ブリオッシュはフランスの菓子パンの一つ。ブリオッシュとも書く。普通のフランスパンとは違い、水の代わりに牛乳を加え、バターと卵を多く使った口当たりの軽い発酵パンの一種である。材料が焼き菓子に近いことから発酵の過程を要するケーキの一種とされることもある。名称はノルマン語でコネルを意味する動詞の固形ブライヤーから派生したもの。 ブリオッシュはテートという、ダルマのような形に成形したものが最も一般的であるが、他にも色々な形に成形される。プロバンス地方などでは、高原祭を祝って、ガレットで、ロアの代わりに、ブリオッシュ生地を用いて、ブリオッシュでロア、または、ガトーでロアという歌詞を作る。ロアとは、東方の三博士のことで、ブリオッシュでロアは普通のブリオッシュよりも大きく、 王冠のような缶型の生地を砂糖漬けの果実などで飾り付ける。またブリオッシュの生地はクグロフ、サバラン、ババなどにも応用される。イタリアのシチリアではブリオッシャと呼ばれ、よくグラニタと共に食したり、二つ切りにしてグラニタを挟んで食べたりする。発祥は16世紀のノルマンディー高知地方で、当地はバター等の良質の乳製品の産地として有名であった。 現代ではブリオッシュを朝食に食べることがあるが、近世ヨーロッパでは主食とするパンは小麦粉を水と塩のみで練って作るもので、バターや牛乳、卵の入ったブリオッシュのようなパンは菓子であると考えられていた。18世紀のフランス王妃、マリー・アントワネットが言ったと伝えられる、パンが食べられないのなら、お菓子を食べればよいのにの、お菓子とはこのブリオッシュのことである。 一般的なブリオッシュの材料は小麦粉 250g に対して牛乳 65g、砂糖 35g、卵 120g、バター 125g、塩 5g、イースト 10g 程度の割合で粉、塩、水だけで作るリーン系のバゲットはもちろんクロワッサンやバターロールなどのパンと比べてもバター、卵、牛乳、砂糖といった副材料の割合が非常に多く 材料からもパンとパウンドケーキの中間にあるようなパンである。ありがとうございます。